また前日の時はちょこっとだけ伸びたけ映画公開間近だけハッシュタグ鬼滅の刃で、じゃあ早速、はい、ご調子の子取りに行きたいと思います。そんなしね、お願いします。レッツゴー、はい、バッティンチャンネル、ご調子の子お願いします。誰調子の子だろ似とるねえよ、どこが似てるんですか。お金はちゃんと渡す、お金はちゃんと渡す、ご調子の子じゃないって言ってるありがとうね。はい、入ってるといいんですけどね。さあ、これこれちょっともうマジでいい、これ出たばっかりです、なんか色好きじゃないですか。私こっちがやかんもんな、こっちの方が可愛かった。ほら一発で撮って一発でさわーってさすっただ言ってもったいね、勘違いしてるかもしれんけど、ほんまや全員が撮れたのはね、マグネだけたまたまあれ1500円くらい取れたまって、5000円は覚悟しとる。攻めるよ、お願いします。それはやっぱ視聴者様のために、あなたのお子様のために、好感度を上げるために。取りますか、金くれ。返してね。いや、ほら、下まで、あれ下まで行かないっていう、うわ、諦めた方が良かった。なるほど、だからこれ少しずつ前の方、後ろの方、前の方、後ろの方で動かしていた。結構、まあ、完璧だ、上手にずらしていってる。あこれね、右側だけだな、強いのがっすよね。そう、そうこっち死んでるんですよね。死んどるね。なるほど、さっきみたいなパターン、はい、左はもうここにガッツとぶつける。なるほど、じゃあなるほど、ほら強敵馬、ね、じゃあ奥歯狙おう、追っていきましょう。地獄だ。希望は右や。そうですね。右の使い方。手前から次。いや、奥じゃないですか。まだ奥行く。そうですね。とことん奥行くよじゃん。うまい、うまい、作戦通り、うん、うわちょっとずれた、うん、あー過ぎちゃった。ちょうど真ん中、おおうまいっすよ。うわー、夏でやってみたら
手前を上げてももういけないですけど、奥ですよね、狙うなら。これどうすか？むずい。むずいっすよね、でもこれ。いや、難いよ。難しいっすよ。これはやっぱさすがね、人気あったろ、しのぶちゃんはね。はい。戦いおばあちゃん。わあ、なるほど。刺して。難しいなこれ。でもこれを今から狙うとめっちゃ多いと思うんですよ。この子だけにも攻略法を伝えてあげようか。そうだね。あ、確かに。結局は本当にギリギリをギリギリを攻める。ほらこのギリギリ。すごい。このギリギリ。すごい。すごい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 。ちょっとうまいかもこれ。うまいかも。おお、すごい進んだ。てか。おばあちゃん、それ。おばあちゃん、それよ。それ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 、おばあちゃん見えた今。下手したら次取れるか。そうですね、もうギリギリを。そう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 ですね。ここよ、ここが一番奥。ほら上手。いた。ほら当たるか当たるか。めちゃくちゃうまい。当たるか。すげえ。おばあちゃん、すげえ。さすが追加すると。あと1回だけだ。あと1回だけかもしれんけどね。3回も。今のでも横にしていく。ね。はい。僕は限界でいいけど。僕は限界。マジ際入れるのマジで。うまい。慣れてきたもん。際が。めっちゃうまい。うわ。慣れてきたもん。待ってたもん。待ってたもん。わー、すげえ。うまい、うまい、うまい。今攻めかも。あー、そもそも手前の動かさないで。そうっすね。手前行きまい。手前行きまいってるよ。いや、マジで操作がめちゃめちゃ上手。ほら、もうだーだから、タイトルでもあるよ。奥攻め。いや、マジでコントロールが神ってる。本当にこれ、もう、出ていける。右上のカゴを刺すっていうのはどうする？そもそも刺せそうだよ。あ、なるほどね。こっち側に、はい、そしたら、こう、ふるって回らないんだ。こちらの仕掛けがしてます。こちらの人、ただ、どぞは。いやいや、どぞは怪力プロレスラー。コントロール。ああ、惜しい。自分の手足かのように繊細なところはちゃんといきますね。ねえ、はい、完全に慣れましたよ。そしてナス D は迷いなしで秒がいきました。どんだけ勝つな。でもいい感じですね。いい感じ。まだ早いかも。まだ早いかもね。手前をどうにかしなきゃな。手前がね、手前は。はい。うん、ただまだ刺すまで弱ってないです。そうね、もっとこっちを弱らせてください。 OK、 だから手前よ。手前ですね。まずは手前。手前を、あ、でもいいですね。あー、進んでる、進んでる。これはやっぱ強かね。いや、強い。やっぱ柱になると強かね。
柱は取らせんやあ、上手多分また右にずれると思う。おお、いってるいってるいってる。いってるいってる。ガンガン弱らせてます、弱らせた。よし、分かった。もう一回送ってもらう。はい。お願い。勝負はいい。飛んできましたよ。頼む。頼む。できない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 。ああ、でも。奥がいい、手前がいい。いや、奥、奥。奥ね。奥じゃないですか。奥ならもうここだ。おぉ。奥ならここだ。あ、マジで上手。上手。奥ならここだ。あ、でも、すっちゃいる。仲良くやってみようか。はい。極めてる極めてるだって当たるか当たらんかで当たらないんだよ。いやすげえ。うん、上げたらそうやな。あ、なるほどなるほど。マットにも上げる。あ、なるほど。じゃあお前の言うことを聞いてマットに上げるよ。さあ来い、さあ来い。いやマジで上手。それであえて右のアームで使う。あ、やってみよう。私は信じないですよ。右のアームで押し上げてここが。ああ、なるほど。で反動で落とせる。あ、うまい。持ち上がれ、頼む。うえー、むずい。入ってないんじゃないですか、多分。いや、もう入らんで下に来すぎて。ああ、なるほど。おお、うわうわ。でも、わずかに。もっと出る。もっと出るかな。もう見えてる。もう見えてよ。ほら。いや、マジマジでマジでうまい。いや、マジでおばあちゃんうまい。もう、了解。いやー、来ましたね。お調子だめ、しとめたり。これで勝負ありでしょう。いけーいかんね。いかない。これどうすんだ。これはどうすんだ。どうすんだ。手前のこの角あるじゃないですか、誇張忍の絵の下の、箱の顎の部分を
ここを持ち上げるみたいなのできないんですよね。じゃあやってみよう。どうしてここだ。ああ、そうっすよね。右のアーム頑張れ。ああ、だってちょっと動いた。ちょっと頑張って。ちょっと動いた。右のアームとここまで持ち上げるという。はい。なるほど。あー、いい具合。おばちゃん、いい最高。いい、そのアームで。戦いだったね。いやー、苦戦しましたね。1300円ぐらい使ったかね。いくらだった？なんの4000円ですよ。じゃあこれは視聴者の、そう、皆さんにね、はい、皆さん、視聴者の皆さんにこれをかけても何かで勝負。視聴者にプレゼントか、あの、手に入れられるか。勝負だけどね。そうですね。勝負だけど、お金も払ったけどね。そうですね。お金買ったよ。